グリモアとは、魔法陣や召喚呪文などの書かれた魔法使いには欠かせない書物のことだ。初めてグリモアを手にしたのはあの塔でだった。銀の生態の塔、漆黒の森を抜けた辺境に今では有名になってしまったその塔はある。あの場所で過ごしたとても長い5日間を私は生涯忘れることができないだろう。私はリレ・ブラウン、その塔にある魔法学校の生徒だった。良い星回りじゃ。待っておったよ、リレ・ブラウ君。ドラゴンに乗るのは初めてかね。この辺境に至る道は険しいので仕方があるまい。ドラゴンの恐ろしさよりも興奮で胸が張り裂けそうです。魔王退治で高名なあなた様に招かれるなんて感激です、ガンメルドラスク様。この塔がいかなる場所か君は知っていよう。各地から才能のある子供が選ばれ招かれ、我ら年老いた魔法使いの後継者となるべく知識を学ぶために。では私をあなた様のお弟子に？そんなに肩に力を入れずともよい。ここでは生徒と先生じゃ。単に先生と呼びなさい。良き教師として君を導けるよう努めよう。本当に夢のようです。ここには高名な魔法使いの先生方がおる。好きな先生について勉強に励むがよいじゃろう。講義は君たちが望んだ時に行われる。何事もせいてはいかんのでな。では君の部屋担当の世話役を紹介しておこう。ガフだよ、よろしくな。かわいい。エルフですね。私見るのは初めてです。かわいいだって？そんなの嬉しくもない。オイラを形容するならかっこいいだ。ほら。ええ、かっこいい。私はリレ・ブラウン、ともかくよろしくね。明日からおいおいここに慣れるといい。彼に君の資質を準備させておいた。まずは長旅の疲れを落としたまえ。はい先生、明日からよろしくお願いします。では失礼します。ああそうじゃ、もう一つ言っておかねばな。夜は絶対に部屋から出てはいかんぞ。ようこそ。あなたが新入生ですわね。はい、リレ・ブラウと言います。着いたばっかりです。よろしくお願いします。あらら、固くならないでくださいな。実は私もまだここへ来て半年なのですわ。私はマルガリタ・フローズ。頭の上のこの子はスカイマのシャーリーよ。よかった、同じくらいの年の子がいて。こんな遠くに一人っきりで少し不安だったの。じゃあ今から友達になりましょうね。部屋に荷物運ぶんでしょ？手伝いますわ。うん、ありがとうマルガリタ。あなたの部屋、私が前いた部屋なんだけど、床板が新品のくせにちょっときしむんですの。あなたも先生に文句言って早めに部屋を変えてもらった方がいいですわ。でも私、自分だけの部屋って初めてなの。どんな部屋でも嬉しいわ。そう？でも絶対文句言った方がいいですわ。どうせそこら中部屋は余ってるんだから。確かにどこを見ても通路と扉だらけで、すぐに迷ってしまいそう。あなた南部の方からいらしたのでしょ？街が賑やかで楽しいって聞いていますわ。私の家は田舎だし、面倒を見なくちゃいけない弟が3人いて、町には行ったことがないの。そういうあなたはどこから来たの？辺境によくある保守的な町ですわ。
危ないところをガンメル先生に救い出されたのです。ここは退屈で寂れたところだけれど、火あぶりにされる心配がないからいいですわ。そうだったの。ここを卒業して名の知れた魔法使いになれたら王宮にも出入りできるそうだし玉の輿もあるかもです私も頑張ろう。弟たちのためにも立派な魔法使いになって帰らなきゃ。おい、どこ行くんだよリレー。え、ちょっと夜風に当たろうかと思って。はあ、先生が出るなと言ったことを忘れているな。お前意外と早死にするタイプだ。この塔では夜に恐ろしい魔女の霊が廊下を歩き回ることがあるんだ。そうだな、あれは今夜みたいに静かな夜だった。ある男がそこの廊下で魔女に会ったのは。どうなったの。魔女に連れて行かれちまったんだ。ここの先生方もその霊には手を出せなかった。ここからが怖いところさ。そいつは3日後そこの廊下で無残な姿で見つかったんだ。なんとその顔は親だって見分けられないほど。誰かしら。まさか魔女の霊。マルガリタの声だわ。大変、はあ、ひどい目に遭いましたわ。魔女の霊にもう少しで見つかるところでした。お前も長生きしそうにないタイプだな。きっと魔女に捕まるまでわからないのさ。ほっといてよチビ君。夜の散歩をしたい時もあるでしょ。何にせよ無事でよかったわ。でもそんなに危ない幽霊なら先生たちがどうしてやっつけてはくれないのかしらね。なかなか寝ないで悪さばかりしている子供相手にはちょうどいいよ。気配が消えましたぞ。魔女はもう行ったようです。本当に？じゃあ行きましょう。突然ごめんねリレー、助かりましたわ。私夜の散歩はやめておく。あなたも気をつけて。その方がいいわ。ありがとう。そうしますわ。まっすぐ自分の部屋に帰って寝ますとも。はあ、寝不足だわ。やるぞ。マナを取り巻く世界には魔法使いはそれらを正しく扱う技術を。魔法は超自然的な力に働きかける方法を指す。その手段として森に住む小柄なエルフは精霊の中でも特に人間に有効。彼らは気まぐれで悪さをすることもあるが、良い隣人という。まず彼らの力を借りることが魔法使いとしての大事。では奥の扉へ。実際に魔法を使ってみよう。勤勉なエルフたちの中に魔法使いへの協力を惜しむ者は。よろしくエルフの友人。クリスタルは魔力の源、マナの結晶した物質。エルフたちがマナを取り出して魔法陣へと運べば魔法使い自身の魔力となるのじゃ。さあ彼らにお願いしてみたまえ。運び先の魔法陣さえ教えてくれたらクリスタルからマナを運んでおくよ。先生、では行きます。
いでなさい。僕を呼びました？魔法人を扱うにはとにかく魔力が必要じゃ。では10人のエルフをここに招いてみた。できたようじゃな。忘れぬように。みんなご苦労様。もういいだろバティド、僕に構わないでくれ。どうしちまったんだよ。おかしいぜハイラム。まるで顔色の悪いあの魔女先生に生き血と一緒に魂を抜かれでもしたみたいだ。もう一度言ってみろ、どの口がオパールネラ先生を貶めたのか。えらく入れ込んでるじゃないか。誰だ。すみません、立ち聞きする気はなかったんですが。マルガリタが言っていた新しく来た生徒だね。確か名前はリレ・ブラウ。はい、そうです。僕はハイラム・グリーン、ここの生徒です。どうせそいつもすぐにいなくなるよ。バティド、そんな言い方はないだろ。ここに来た生徒で言いつけを守らなくて行方知れずになるやつがたまにいるものだから。魔女の霊のことですか。彼女も問題の一つだけど、他にもいろいろとね。この塔は世界を恐怖させたあの魔王の居城だったんだ。人の行き来しない閉ざされた奥の部屋には未だに彼の魔法がかかった部屋がある。好奇心でうろついたりしない方がいいぞ。まあ忠告しても無駄だろうけどな。すべきでないことをしでかして悔やむ姿が目に浮かぶようだ。僕のことを指して言っているのかい。確かに今の僕は普通じゃないな。すまないが、そろそろ失礼させてもらおう。こちらこそ。お前さ、俺とどこかで会っていないか。そろそろシャルトリューズ先生の実験を手伝いに戻らないと。ああ、そうだ、俺の名はバティド・バランタイン。何よ、感じ悪いわねあいつ。
それでは今日はフェアリーたち。フェアリーは空を自由に飛び回り、エルフらと違い彼女たちは実に奔放で扱いづらいと来ておる。うまく刺激できるなら彼女らの魔法の弓は、ま、あらまあ、ずいぶんな言い草じゃない。お前たち勝手に出てきたな。うん、では実践してもらおう、リレ君。あなたが魔法使いなの？辺りには敵対する魔物がおるが心配はいらん。さあ恐れずに導いてごらん。クリスタルからマナを集めるためにはエルフに指示してクリスタルを妖精の茂みで覆わせるのじゃ。よし、集中するのよ、リレ。フェアリーリングの魔法陣でフェアリーを呼び出すためにはマナを使って魔法陣を一段階強。
十分にフェアリーを呼び出して部屋にいる魔物たちを全て追い払ってみた。気をつけなさい。妖精たちはあまりやられると気を失って。私リレブラウです。アマレットよ。そうね、2ヶ月前からここの生徒をしているわ。私2日前に塔に着いたばかりなんです。とても健常な肉体。あ、深い意味はないのよ。え、いいですけど。そう誰でも魅了して回るもんじゃありませんよ。ごきげんよう、いたずら者のおじさま。いつまで私について回るのかしら。いやはや、あれ以来あなたの具合はどうか。そのおつむから細い暗夜に至るまで肉体の奥はどんな気分でしょうね。見ているだけで猫じみた欲情を催します。我慢という徳目は私の属性にないわけ。やめてください。彼女は嫌がっているわ。出しゃばる女から食い散らかされるのが常だ。そのやぼったい魂を。そうやだ、これはいけない。
許してくれたまえ。魂のことは、ほっといてください。あなたは新入生ですね。私は黒魔術の教師、アドボカートです。え、先生でいらしたんですか。教師だけれど敬意が必要かどうかは疑問ですね。何者か説明なさった方がよろしいのでは。お望みなら。あなた方が罪とか破壊だとか要は悪と呼ぶ全てが私の領分になり、平たく言えば詰まるところ悪魔なのです。悪魔って、あの角があって馬の蹄の。今時は流行りませんよ。ああいった下級の輩と比べられては立つ瀬がありません。それにしても無粋な連れだ。アマレット女、今日もそがれたの。言い寄られて困っていたの。ああ、いえ、そんな。はあ、寝不足だわ。勤勉だね、リレ。もちろんです、先生。私は家族のためにも。その無鉄砲な情熱は若さだけの特権じゃ。だが先は長い。でも心がせいて落ち着きません。なんだか学ばずにはいられないのです。いや、笑ってすまなんだ。満足するまで教えよう。学校に悪魔の先生がいるなんて驚かされましたわ。彼のことか。まあ普通は仰天するじゃろうな。悪魔に黒魔術を教わるなんて画期的だとは思わんかね。でも悪魔なんですよね。ここでは彼も悪さはできん。紳士を気取った少し変わり者の先生に過ぎん。それに風体の変わったというなら他にもおる。いやいや、そりゃそのうち。では早速実践に入ろうかの。タリスマンは妖精たちの聖域を宣言する。精霊の力が宝石に働き、その力で周囲を守護するのじゃ。さあ、自分の魔法陣を守りながら私の魔法陣を壊して封じてみたまえ。よし、集中するのよ、リレ。
したら。僕に任せて。飲み込みの早い生徒じゃ。明日はオパールネラ先生に教わるといい。みんなご苦労様。ああ、新入生だね。驚かしてしまったようだ。錬金術の講師をしているシャルトリューズです。ライオンの先生、かぶり物でなくて本物の。高度な変身の呪法です。そう滅多にお目にかかれるものではありませんよ。そうよ、シャルトリューズは美しい青年だ。オパールネラ先生、容姿は本質を見据えるものに意味。山に降り敷いた雪のようなあなたのあの肌、見ての通り今は全身ケムクジャラです。あの峠の人形のようにほっそりとした体、このゴワゴワとした硬い毛と筋肉質な。あなたが拒むからです。この愛を受け入れれば。いいえ、呪いを解くより研究の邪魔をやめていただく方がよほど。憎んだり愛したりなどしている暇は私に。嘘つきね。
あの小娘とはそうでないでしょう。アマレットのことなら見当違いと言っておきます。しらじらしい。諦めたと思わない。私はたとえ死を目の前にしても。先生、私お邪魔のよ。はあ、びっくりした。悪魔にライオンの先生、それにあんな先生まで。ここは本当に変わった人だらけだわ。どんな新入りかと思えば何も言わず、昨日見たことは速やかに忘れなさい。降霊術は魔法の中でも神聖でありながら闇の法術の部類に入る。恐ろしい死を扱いながら同時に神の奇跡である純然たる霊はまるで幻のようで触れることはできない。それはアストラルと呼ばれる特殊な存在で、霊に襲われたならアストラルに影響する力で対抗せねば。リレブラウ、ここまではいいですか。はい。つまりアストラルには普通の物理的な攻撃は効かない。また降霊術は悪魔族に優位に作用します。修練で消化した精神は悪魔の恐れる。悪魔が人間を堕落の道に引き込めるのは快楽と苦痛を伴う肉体があれば。故に肉体のない強い意志は悪魔の苦手となる。ここでは降霊術以外の魔法陣の使用を禁じます。希薄な魂たちを刺激して、そうして厳格な騎士の霊を呼び起こすのです。さあ行くわよ。魂と剣にかけて誓います。
魔法陣を破壊して。幽霊だらけで怖いかと思ったけど、ガンメル様の言われるように確かにお前は見どころがある。こんなとこかしら。ちょろちょろしないように。その扉の部屋には危険な、特別に与えたそのグリモアをよく読むのです。はい先生、一字一句逃さず頭に入れます。そこにいるのは誰？お邪魔してますよ、オパールネラ先生。何の用？悪魔が涼しい顔をして私の部屋をうろつくの。お茶をいただきに来たようには見えませんか。あの夫人なら波の不心得者が入り込んでも。出て行け。ガンメル様の頼みがなければ貴様のような小悪魔と。その目論みは甘いと言わざるを得ません。これは何かの冗談ですよね。もちろん。下がりなさい、リレブラウ。アドボカート、侮るな。いや、降参です。降霊術とは困ったものです。さすが魔王、魂の器で封ずる資料使い。私の足解散します。血気に流行る若造悪魔でもなければ。魔王の封印にでも用があるのか知らないが、私の魔法陣。嘘がお上手だ。うまくいきますかね。誰かの恋も実ってはいないでしょ。先生、すぐに自室に戻りなさい。わかったわね。